今日2月4日は立春です。暦の上では春の始まりとなります。お天気アプリウェザーニュースでは空ミッションで小さな春リポートを募集しております。いただいたものを見ていきましょう。まずはこちら、神奈川県相模原市からいただきました。日向ぼっこ猫、午後になり風が少し強くなってきましたが、日の当たるところは暖かいようなといただいております。猫ちゃん気持ちよさそうに伸びていますね。では続いて、山梨県上野原市からいただきました。梅の花、立春の穏やかな日差しを浴びて春の香りがしてきますといただいております。さあこちら、白い梅の花が綺麗に咲いてきましたね。まだつぼみのところも多くあるようですので、花が開くのが楽しみです。では続いてです、お次は京都府京都市中京区です。晴れた青空の下、河津桜から羽ばたく目白さんといただいておりました。さて、こちら河津桜と一緒に目白のお写真が届きまして、だんだんと季節が進んでいることを実感しますね。では皆様からいただいております体感のご報告です。暦の上では春ですが、まだまだ空気は冷たく、寒さに関してご報告もいただいております。ただ関東から西の太平洋側では今日は日差しが届いておりまして、ちょうどいい暖かいというご報告も見受けられます。では今後の気温の予想を見ていきましょう。14時、昼間は関東から西の太平洋側10度を超えまして、九州ですとか四国では15度を超えるところも出てきそうです。ただ夜にかけて見ていきますと、また冷えていく見込みです。こちら10度を下回り、北日本などは氷点下のところが多いですね。雪や雨の残っているところでは路面凍結にもお気をつけください。朝晩はまだまだ冷え込みますので、暖かい服装でお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。